本動画ではアンリアルの完全な初学者を対象に簡単なミュージックビデオをゼロから短い尺ですけど作るという内容でやりたいと思います。本動画の成果物はアンリアルエンジンのごく簡単な機能のみを使って制作します。それではプロジェクトを早速作っていきたいと思います。アンリアルエンジンのランチャーから新しいね、プロジェクトを作成するのですが、今回は、ゲームズの中のブランクから、作っていきたいと思います。プロジェクトロケーションは任意の場所を選んで、プロジェクトネームは、今回はね、UE ビギナープロジェクトで進めます。何でも大丈夫です。で、クリエイトボタンを押して、アンリアルエンジンを起動させます。起動するとこのような画面になっていて、最初からね、こういう山の形状みたいなのが入ってるんですけど、今回はこれ使わないので、新しくね、新規にレベル、まあ、舞台となる新ファイルをね、作っていきたいと思います。で、作り方は、コンテンツドロワーから、新規に、ファイルを作るのですが、右クリックから、レベルを押して、作成します。名称もこれも任意なんですが、スタートレベルに今回は、して、保存します。で、保存はセーブオールとかね、コントロール S とかでできます。セーブされました。ダブルクリックをして、レベルに入ります。で、今ね、もう真っ暗で何もない状態ですと。で、ここから、いろんなね、3D 素材、3D アセットを置いて、レベルを作っていきます。それではね、3D アセットをインポートしていきたいと思います。で、今回は整理のために、フォルダを作っていきたいのですが、コンテンツフォルダの中にフォルダを作って、3D アセットを整理していきます。で、今回は、ジオメトリーというフォルダと、あと、キャラクターっていう、フォルダ、ディレクトリを、作っていきたいと思います。キャラクターで、あと、アセットインポートする前に、コンテンツパックっていうね、エピックが用意している基本となる 3D 素材っていうのがあるので、それを、インポートしておきましょう。で、これは、アッドボタンからとかね、まあ、右クリックでも何でもいいんですけど、アッドフィーチャーはコンテンツパックから行います。で、コンテンツを選んで、スターターコンテンツ。これを選択して、Add to Project を押します。そうすると、コンテンツブラウザーの中で、スターターコンテンツというのができて、それが、その中にいろいろね、ファイルがざっと入ってるのが確認できると思います。ダウンロードしたね、ファイルから素材をね、選んでレベルに置いていきたいと思います。で、ここで選ぶのはアーキテクチャの中でフロア 400×400 っていうのを選択して、置いていきたいと思います。で、置くのは、コンテンツブラウザーから、ドラッグして新ファイルに置きますと。今、レベルの中にライトがない、光源がない状態なので、物を置いても真っ暗で何も見えないという状態ですと。これを、見えるようにするには、ビューポートのリットから、アンリットにすると、オブジェクトが見えます。これはどういうことかっていうと、レベル内に光源がなくても、まあ、シェーディングを加味しないで、色情報を表示する。もともと 3D 素材が持っている色情報のみを使ってシーンを表示するというモードです。まあ、今後ね、ライトも置いてシェーディングをして確認するっていうモードに戻したりするんですが、まあ、今一旦アンリットで作業しましょうと。今ドラッグで置いた時に、まあ、変な座標に置かれてしまっているので、これをまあ手で調整してもいいんですが、この右のね、矢印、戻るボタンみたいなのを押すと、原点の000に配置されますと。まあ、ビューポートがね、オブジェクトを見失っちゃう時があるんですけど、
オブジェクトを選んだ状態で F ボタンを押すと、オブジェクトに画面が、ビューポートがフォーカスされますと。あと、オブジェクトをね、コピーをしていきたいのですが、今回ね、タイル状に並べていきたいと思います。で、タイル状に並べるには、上から見て並べると早いので、今、パースペクティブというモードを、上から見た図、トップに切り替えて、上から見た上面図の状態で、コピーをしていきますと。このフロアのアクターを選んで、コントロール C、コントロール V でね、コピー&ペーストっていうのができますが、ここではオルトを押しながら、このね、矢印を掴んで選択してドラッグします。そうすると、素早く複製ができます。で、次はこのドラッグで2個選択して、同じように、オルトを押しながらドラッグをします。そうすると、こう簡単に、4つ今ね、タイル状に並べることができました。で、もう一回、投手投影のビューに戻ると、こんな感じです。で、そしたら、この4つのタイルに、マテリアルをつけていきたいと思います。マテリアルは、スターターコンテンツのディレクトリから選んでいこうと思います。スターターコンテンツのマテリアルズの中にマテリアルが入っているので、いろいろつけて、どういうものがあるかっていうのを見ていきましょう。で、あとね、この辺でちょっと光源も置きながら確かめていきたいと思うので、ここのね、この立方体にプラスボタンみたいなのを押して、ライトを置きます。ライツのメニューから、今回ポイントライトを選んで、シーンに置きますと。これもこの、矢印、ギズモというんですけど、ギズモを掴んで、位置を調整していきます。直接、ディテールパネルから、座標を選んでも大丈夫です。今回はちょっと原点から、少し上のあたりに、まずはちょっと仮でね、置いていきたいと思います。今、もうすでにライトがあるので、真っ暗な状態から光が、あるので、一回シェーディングをする、リットのモードに、画面をしていきます。こんな感じで床がシェーディングを反映するようになりました。で、他のマテリアルも試してみましょう。いろいろ、石畳のようなものとか、レンガみたいなものとかがあって、で、かつね、ライティングをちょうどよくね、凸凹感をも再現するように、マテリアルっていうのは作られていますね。本来は平らな、完全に平らな、3D アセットなのですが、凸凹感、凹凸表現とか、あとはね、凹凸感を加味した光の、照り返しの表現なんかが、できるようになっています。今回は、私はこの、M セラミックタイルチェッカーっていうのを、割り当てたいと思いますので、これを選んで、ドラッグ&ドロップをしていきます。で、今、コンテンツドロワーが、出たり入ったり、するので、これは、私はここにね、そのまま表示したままにするのが好きなので、Windows から、デフォルトで表示されるようにコンテンツブラウザーっていうのを1個選んでここに配置しておきます。そうするとね、これ出っ放しになってね、引っ込んだりしなくなります。はい、これで、チェッカーボードの、チェス盤みたいなね、地面が、床ができました。次は、コンテンツブラウザーの中で、また事前に配布したリンクから、ジオメトリーとか、キャラクターをインポートしていきたいと思います。ジオメトリーの中に行って、インポートしたい、3D ファイル、3D 素材を選びます。今回は、ヘルマヌビスの、ローポリフラットを選びます。
で、とりあえずインポートオールをして、全部インポートします。で、あともう一つ同じように、ハイポリとかね、ミドルポリ、こうミッドポリスムースをね、インポートしようと思います。で、これを同じように選択して、インポートオールをします。で、コントロール S でね、非保存状態から、保存状態にできます。あとは、右クリックからね、セーブを押しても、保存されます。保存しないと、一回プロジェクトが落ちたりしちゃった時に、コンテンツが、ない状態になってしまいますので、こまめに、アセット類も保存をしておきましょう。そしたら、先ほどダウンロードした、ヘルマヌビスの 3D スキャンデータを置いていきたいと思います。ちなみにヘルマヌビスの素材は 3dscans.com、3dscans.com から提供されているものを私がフーディニー上でポリゴン数を削減して利用させていただいています。配布してくださった、方、どうもありがとうございます。で、シーンにドラッグ&ドロップで、置けるのですが、置くとちょっとちっちゃいので、サイズを、例えば10倍にしてみましょう。で、スケールを選択して、これを、全部10、10、10にして、10倍の大きさで、置いてあげます。で、もう一つ、ミッドポリのスムーズも同じように、ドラッグドアンドロップで置いて、10、10、10にしてあげます。ポイントライトのね、光源の位置もうまく変更してあげることで、それぞれ、3D 素材がどういった形状になっているかっていうのがよく確認できるかなと思います。で、それぞれこの2つの、モデルに、マテリアルをつけてみましょう。これもスターターコンテンツから、マテリアルズを選んで、何でもいいのでマテリアルを付与します。今回は、ちょっと金色にしてみましょう。で、見ての通り、アンリアルエンジンはすごく質感表現というかね、マテリアルによる、シェーディング表現がとても表現力が高くて、写実に近い実際のね、物理量に沿った、照り返しですとか、金属質の表現、光沢感を表現することができます。次はキャラクターのインポートなんですが、先ほど作ったキャラクターのディレクトリに入って、今度は YBOT をインポートしたいと思います。で、インポートから、YBOT、ラティスとリトポっていうのを選択して、インポートします。YBOT、ラティスを選択して、インポート。インポートすると、なんかいくつかね、ずらずらっとアセットがインポートされましたと。で、全部ね、コントロール S でセーブしてあげます。で、あともう一つ、同じ階層に、同じように、YBOT のリトポっていうのを、インポートしてあげますが、この際、スケルトン骨格情報に正しくね、YBOT ラティスのスケルトンと一緒のものが選択されている。のを確認してインポートしましょう。こうすることで、2つの、スケルタルメッシュで同じ、骨格情報、スケルトン情報を共有して、で、アニメーションなんかをね、使い回せる状態でインポートします。で、YBOT を、ドラッグして、床の上に置いてみます。こんな感じ。で、最初、T ポーズ、手をね、横に広げた状態で、表示されます。で、もう一つ、今度は、アニメーションデータ、スケルタルメッシュ
骨付きのね、3D メッシュが、まあ、動くためのアニメーション素材を、インポートします。で、これは、YBOT ダンスアニムっていうものに入っていますので、これをインポートして、で、インポートする際にまたね、同じスケルトンが選択されていることを確認して、インポートオールをすると、こんな感じでね、アニメーションアセット、アニメーションシークエンスっていう、アセットになってインポートされましたと。で、YBOT のダンスを、これを、このね、3D アセットに、着せたいと思いますが、ちょっとね、後ほどやりたいと思います。同じようにね、YBOT のリトポってやつも、置いてみます。で、それぞれ、まあ、自分の好きなね、マテリアルを、付与してみます。で、それぞれね、ちょっと座標を同じ位置にしてみましょう。今140の40なので、YBOT ラティスも140の40にして、角度をマイナスで、合わせてあげますと。まあ、同じ、素材から作られているので、なんとなく形状っていうのは似ているように作られています。で、それぞれ、マテリアルをまたお好みで、スターターコンテンツから選んでつけていきます。一つは、ニッケルにして、一つは鉄の素材にして、あと下の方は真っ白でいいかな。あと指のところが今真っ白なので、指のところは、同じようにニッケルにしていきます。あと関節。まあ関節の丸もね、今真っ白ですけど、まあ、いいかなと思います。で、こんな感じで 3D モデルを用意しましたと。で、ここまで来たら、まあアクターが大体揃ったので、ここからね、動画、カメラカットを作っていきたいと思います。で、もう一回コンテンツタブに移動して、コンテンツブラウザーの、コンテンツディレクトリ、コンテンツ直下に移動して、ここで、レベルシークエンスというものを作っていきます。シークエンスっていうのは、アニメーションのタイムラインのことです。アッドレベルシークエンスから、名前を適宜、つけて、で、今回は、まあ、何でもいいんですけど、テストシークエンスとかにして、セーブしてあげます。そうすると、こういうタイムラインの、ビュアーが出てきます。で、ここに、アウトライナー上にある、この YBOT のね、骨格ありの 3D モデルであるスケルタルメッシュっていうのを、ドラッグ&ドロップして持ってきます。よいしょ。よいしょ。で、それぞれね、スケルタルメッシュのレーンができたので、ここに、アニメーションっていうのを登録していきます。アニメーションの右のプラスボタンから YBOT ダンスアニメを、出して、で、これをスタート位置を、合わせます。同じように YBOT リトポも、アニメーションから、YBOT ダンスアニメを選択して、スタート位置を揃えます。で、こうすると、シークバーを移動させると、ダンスのアニメーションが、動いていくっていうような感じになります。で、今回は、ミュージックビデオを作っていきたいと思うので、音源となるファイルも、一緒に割り当てていきます。音源をインポートするので、またコンテンツ直下にフォルダを作ってあげます。オーディオ、オーディオ、
で、ここにまた、インポートボタンを押して、03-wav っていうのを選択して、インポートしてあげます。コントロール S で、セーブします。インポートされたら、コンテンツブラウザ上でも再生ができます。今回利用させていただくのは、キネマトスさんのハイという曲です。詳細についてはリンクに載せておきます。また、このファイルを二次利用するのは可能ですが、クレジットの方を忘れずにお願いいたします。で、シークエンサーに戻って、トラックを選択して、オーディオトラックを選択して、で、はいをプラスボタンから登録してあげます。で、スタート位置を、合わせるような形で、置いていきます。で、今、シーケンサーのね、長さがちょっとフレームが少ない、150フレームしかないので、これをね、エンドを、例えば、999。まあ、ちょうど今、アニメーションが、だいたい1000フレぐらいあるので、999にして、置きます。で、まあ、終わり、音源の終わりぐらいを、ちょっと、お尻に揃えて、そうですね。音源をなんとなく、いい感じの位置にして。まあ、すでに結構ダンスだけでもいい感じなんですけど、これを、カメラワークとライティングのみで、ひとまずね、1000フレームぐらいを作っていきたいと思います。こっからは、基本的には、まあもう自由にカメラを作っていく、カメラカットを作っていく作業になります。でカメラを置くときは、シーケンサーのね、このカメラボタンを押して、カメラを置くことができます。で、今、ビューポートが置いてある位置とちょうど沿う形でカメラが、置かれて、マウス操作ね、右クリック、ミドルクリック、左クリックでコントロールすることができますが、注意はカメラが今、アクティブ状態かどうかっていうのが、このシーケンサーのボタンで、今、ビューポートに対してアクティブかどうかっていうのが切り替えることができます。で、アクティブな状態だと、マウスするとね、全部そのトランスフォームとか情報が反映されるので、これを気をつけておくようにしましょう。カメラを動かしたくない場合は、一回アクティブボタンを一回切って、まあ、ビューポートに対するロックを切って、てからポート上で移動するとカメラの場所はそのままになります。で、全体のライティング感を調整したいときは、カメラの設定をいじったり、で、あとはポストプロセスボリュームを使って微調整することができます。ポスト。そして、ポスト、プロセスボリュームですね。を置いて、で、これを、適用する範囲を、全範囲にしたいので、インフィニットエクステント、アンバウンドをチェックにします。そうしないとカメラがこの立方体の領域に入った時のみしか、エフェクトが適用されないことになってしまいます。今選びたいのは、まあいろいろ項目はあるんですが、例えばカメラの
露出をね、固定したいっていう時に、私はカメラ前に選択するのではなくて、ポストプロセスボリュームでマニュアルにして、で、エクスポージャーを、ちょうどいい値にしていきます。はい。で、30分作業をして、完成しました。ビューポートで見ると、こんな感じです。使ってる機能も少ないし、演出のネタもほとんど、音をきっかけにカメラを動かしたり、ライトを動かしたりするだけで、ある程度ね、レンダリングの品質がいいんで、それらしい、動画が出来上がるんですけど、実際これを、デリバリーできるかっていうと、何とも言えないので、ここからは、皆さんの創造性を使いながら発展させていったりすると良いのかなと思いました。はい。それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。